通勤系車両とは、通勤、通学者を主な乗客と想定し、近距離列車のうち大量輸送に最適化された接客設備と走行性能を有する鉄道車両を指す用語である。本来は、日本国有鉄道 JR が定めた車両区分の一種であるが、国鉄 JR 以外においても、同種の用途である車両のことを通勤系車両と称する場合があり、 当項目ではそれを含めて解説する。全車片側5ドアとし、乗降性を向上させた京阪5000系電車日本の鉄道における一般的な特徴として、車内がすべてロングシートで、多数の吊り革を設置しており、座席数よりも立席面積の確保を優先して、ラッシュ輸送に対応している傾向がある。ドア数も片側3ドアや4ドアを基本とし、 中には5ドアや6ドアのバリエーションもあるが、いずれも乗降性を重視した設計となっている。競技では通勤用に特化した車両であるが、優等列車専用以外の車両を指す場合もある。日本国有鉄道、JR 国鉄では明確に規定されており、車両規定によれば、客室に出入り口を有し、縦型座席を備え、通勤輸送に適した性能を有する車両形式の ものとされている。国鉄では1944年に登場した63系以降の片側4度和型電車を通勤系電車として規定しており、3ドアでクロスシートを装備した近郊系車両とは設備、性能とも区別されていたが、JR 以降後は両車の区分が曖昧となり、このカテゴリー分けは崩れつつある。機動車では片側3ドアで ロングシートを装備する、キハ35系や JR 北海道キハ201系が通勤型として製作されているが、国鉄時代の特急系、急行系以外の普通列車用機動車は明確な分類がなく、どの形式がどの分類に属するか文献により相違が見られたため、形の上では通勤系、近郊型とうった車両であっても一般系の概念に含まれるものとされている。 その他にも、元準急用機ハ55系の旧一等車や、急行系機ハ58系を、オールロングシート化した車両も過去に存在した。機動車では、国鉄時代の液体式機動車は特急型を除いて、互換性が重視されており、実際の運用では特急型を除く機動車との、根結も少なくはなく、電車と異なり車種による運用の区別は明確ではなかった。 1 0以前の客車については、車両上の区分を厳密に定めていないが、戦後の車両不足の時期に対処する形で製作された、潜在復旧車である7 0系は、実質的な通勤計客車であり、室内はロングシートで必要最小限の設備を設けた程度である。その車内設備の悪さから、本来の旅客車の増備につれて早いうちに荷物車などに改造され、 後に救援車などの事業用車に再改造された。後に、旧二等車や交代化改造車である60系の一部で、通勤経過改造をと称する、ロングシート化した車両もあったが、日本の客車において、通勤型は普及していない。これは、国鉄の客車に対する考え方にもよるが、客車の新車の投入は長距離列車で使用することが多く、優等列車が優先されていたことや、 動力集中方式は運転時分の短縮が難しいこと、動力近代化計画の取り組みでは静粛性が追求される夜行列車用を除いて動力分散方式または全電動車方式を推進していたことから普通列車用の客車の製造に消極的だったことなどが挙げられる。国鉄が最後に製造した客車である50系は通勤輸送を主目的としているが、 地方での実情を反映して室内はセミクロスシートとしたため、通勤型として製造した場合、前述の通りロングシートが原則であったため、通勤型でも、近郊型でもない車両であることから一般型に分類していた。講義では通勤輸送のために開発された車両を意味し、前述の50系客車は元より、新幹線電車である E1 系と E4 系。 ライナー列車向けの近郊系電車である215系といった2階建て車両も通勤輸送のために開発されており、これらも通勤型に含まれる概念となる。鉄道車両の形式は新性能電車について、国鉄時代は車両形式区分の第2位の数字が原則として、例が通勤型に割り当てられていたが、JR カゴはそれ以外の数字も使われている。 北海道旅客鉄道では3を通勤型としつつある。西日本旅客鉄道では2005年度以降に申請された普通列車用の車両については車両形式区分の第2位の数字0から3、5、6を通勤系及び近郊型としたが2017年時点では321系、323系のみの使用に止まっており、実際のところは 車両形式区分の第一位の数字3を通勤型としつつある。民営化後の特徴として地方都市で運用されていたセミクロスシートの均衡形車両をロングシートの通勤形車両に置き換えるケースが増えている。これはセミクロスシート3から4両編成の均衡形車両をロングシート2から3両編成の通勤形車両に置き換えることで 所要車両数削減による導入、固定系非現象を図る狙いがある。私鉄私鉄においても大手、純、大手私鉄では通勤系の概念こそあるものの、国鉄、JR のように事業者はもとより国土交通省や日本民営鉄道協会でもそこまで明確な規定はしていない。単に乗車券のみで乗車できる車両として解釈されている事例があり、 必ずしも通勤系イコール論とは限らない。これは私鉄には均衡系の概念が存在しないため、料金不要のクロスシート車両も含まれる概念となっている。名古屋鉄道の6000系は、ロングシートでは換算時の長距離利用者にとってサービス低下が懸念されるため、もともとは小型固定クロスシートとしたが、名鉄車内では通勤型と位置づけている。これは、 通勤者でもクロスシートが必要となったためである。西日本鉄道の3000型は、急行列車へ使用することも前提に、セミ転換クロスシートとしたため、急行用車両に分類されることもあるが、実際の運用では普通列車にも充当されており、600.700系の置き換えも合わせ持つため、通勤型としても分類されている。近畿日本鉄道の5800系。 西武鉄道4万系等のようなデュアルシート車も通勤系の一種として扱われることがある。国鉄 JR が定義した通勤系の区分に近い事例としては、京阪電気鉄道ではロングシート車両をクラス3と位置づけ、シティコミューターと呼称している。明治時代中期に鉄道が大衆化すると長距離の移動のみならず短距離の通勤、通学にも利用されるようになった。 東京などの大都市では特にその傾向は顕著であった。その時代の中でも1895年に京都に初登場した電車は都市部を中心に各地で運転されるようになるが徐々に大型化し、1910年頃には15メートル級のボギー車が出現していた。当時の鉄道車両は車体の一端一箇所、または両端の二箇所にドアを設置しているのが普通であった。 しかし、これでは、ドア付近に乗客が固まりがちで、混雑時には円滑な乗降が困難であった。日本でも、明治時代末の大都市ではすでに2ドア電車では、ラッシュ時の乗客をはけきれなくなりつつあった。大正時代の初めから、国鉄や主要私鉄の電車に、車体中央にもドアを設けた3ドア電車が出現する。東京市や大阪市の路面電車も、 大正中期以降3ドア化が進展した。そして電車の大型化が進んだ大正時代末期以降はほとんどの私鉄が通勤輸送向けに3ドア電車を用いるようになった。自動ドア初期の電車のドアは手動式で駅では駅員がいちいち閉じまりの見回りをしてから発車しなければならなかった。空気圧で作動する遠隔操作式の自動ドアはアメリカなどで早くから 導入されていたが、日本でも大正時代末からテストが始まり、1926年に国鉄が正式採用した。以後、大手私鉄にも普及する。また、開けっぱなしでは、電車が走れない仕組みになっていた自動ドアの導入は、安全性向上と客扱いの迅速化に大きく貢献した。初期の電車は木造車体であったが、1923年以降、 高鉄製車体の電車が登場し、電車はより大型化していく。1929年以降、鉄道省や南海鉄道、大阪電気軌道などには20の21メートル級の電車が出現するが、電車の客用、ドア数は片側3ドアが最大であった。ドア数を増やせば座席は減少するが、客扱い能力が高まる。戦時体制下において、 軍需要員の輸送需要が高まると、ついに4ドア電車が登場した。太平洋戦争中の1942年に、鶴見林港鉄道が、新潟鉄工所に発注したサハ2 2 0系2 6 0系各2両が、日本初の4ドア電車である。この電車は、鶴見林港鉄道が鉄道省に、戦時買収された翌1943年に、 なってから使用が開始された。全長17メートルとそれほど大きくないため、側面はまるでドアばかりであった。同年、鉄道省は、関西地区で用いられていた20メートル級に、ドア電車のモハ四43型を4ドア化改造して、通勤対応型とした。これがモハ六64型で、国鉄初の本格的な4ドア電車となった。国鉄63系電車鉄道省は、 さらに1944年に徹底して簡素化された設計の戦時系通勤電車63系を開発した。この形式は工作や材質は粗悪であったが単純化された20メートル車体に片側4ドアを採用しラッシュ時の客扱い能力に卓越した性能を示した。結局戦後混乱期を通して量産され1951年までに700両。 近くが収益した。太平洋戦争終結時点で、国鉄、私鉄を問わず、戦災被害によって喪失した電車は膨大な量、数に達した。また、残存した車両も戦後の混乱した、情勢下での工場的ラッシュ輸送に酷使され、十分な保守を受けられない状態で消耗し、多数が使用不能に陥った。この結果、全国の国鉄、私鉄が、 車両不足に悩むことになった。だが、慢性的な資材不足の情勢では、新車投入もままならなかった。このような危機的情勢か、国鉄は前日の63系を大量生産して、急場をしのぎ、また一部の大手私鉄も、同系列を緊急導入して輸送力確保に当たった。この結果、4度は電車の輸送能力が認識され、 後において広く踏襲される根元となった。しかし、同系列は非常に大型であり、線路規格の低い鉄道では使用不可能であった。また、同系列の性能が条件に合わないという路線も少なくなかった。そこで、運輸省は1947年に電車の標準規格を制定し、この基準に沿った電車は優先的に、 新規製造を許可するという方針を取った。この結果、製造された電車は、運輸省規格系電車と呼ばれている。その中でも大量に製造された例としては、東京急行電鉄のデハ3700系、名古屋鉄道の3800系、近畿日本鉄道の600系などが挙げられる。他にも主要施設では、京成電鉄、京阪神急行電鉄、山陽電気鉄道、 西日本鉄道などが導入しており、地方の中小施設でも導入例がある。運輸省企画系電車は、鉄道会社のニーズに合わせて、複数の企画が制定され製造された。部材の企画化、電装部品や台車の標準化などが図られたものの、実際には、各鉄道会社の在来企画に合わせるよう個別に修正の上製造されており、 規格統一はあまり実現できなかったと言われる。この系統に属する電車は1950年頃まで大量に製造され輸送力確保の役割を果たした。国鉄の高性能通勤電車は1 0 1系から始まった。同系列は全電動車方式で高価、減速、高速走行を目指したが、金銭的、技術的な問題から 6M4T の編成を 組まざるを得なくなり、構想は挫折した。その後は、モーター出力を上げ、MT 比1、1を基準とする103系に移行し、この系列が国鉄の標準車両となってゆく。乗客の乗り心地の向上についても考えられるようになり、101系では車内に扇風機が標準装備され、区波79後期型にあった乗務員室への通風装置も取り付けられた。 多段制御や空気バネ台車も試験され、前車は103系線番台で、後車は301系で実用化されている。301系は、A 団地下鉄東西線乗り入れ専用の車両で、アルミ車体、シールドビーム創化2等、ユニット窓など、当時の国鉄通勤型では、初の試みばかりの意欲的な車両だったが、製造コストが高かったため、増備は56両のみで終わり、 その後の心臓は103系に戻された。ただし、103系でも、中期車以降は、シールドビームが採用され、ユニット窓も取り入れられている。また、踏切障害事故対策として、運転台の高さを高くした先頭車も出現している。同時期、大都市圏の非電化線区における通勤輸送用に、国鉄初の通勤軽機動車として、 外吊りドアを採用した、キハ35系も製造された。キハ35系には押し込み式通風機を装備した、感知向けの500番台や、ステンレス車体の試作車900番台なども存在した。103系の構造は通勤用車両としては、上出来なもので、私鉄各社も、全電動車方式から MT1、1方式へ転換を進め、その後の主流となっていった。ただし、 一部の路線では、駅間が極端に短いや、ダイヤが過密すぎる、山岳区間も走行する必要があるなどの理由で、加速に重点を置いた全連動車方式の車両を製造し続けた。これは、T 車を連結しても十分な加速力を発揮できる、モーターが開発される1980年代頃まで存在したが、現在では、京阪電気鉄道の800系、 阪神電気鉄道の5500系、南海電気鉄道の2000系など少数が残る。また、この時期に大手施設以外にも一部の中小施設が新性能、通勤電車を投入している。特筆される車両としては、1958年に登場し、地方施設における新性能通勤電車の選抜となった伊予鉄道の 六百系や自社長沼工場で内製された静岡鉄道の雲波、百系、そして二十メートル車体と片側四カ所の乗降扉を持つ本格的な通勤系電車として登場した長野電鉄の OS カーが挙げられる。それまで通勤電車の冷房化は扉数が多いこと、扉開閉頻度の高さから効果が疑問視され、名古屋鉄道の五千五百系など、 前述の条件がある程度緩いかつ優等列車での使用が中心だった車両に限られていた。しかし、1960年代末期になると、京王帝都電鉄の初代5000系に橋を走ったロングシート通勤車両の冷房化が首都圏、関西圏の大手施設から順次開始され、103系も中期以降になると冷房装置を搭載して申請されるようになるとともに、 既存車への搭載改造も行われるようになり、室内環境はさらに改善が進むことになる。国鉄では、車種統一という観点から103系を製造し続けていたが、アコモデーションの沈伏化や、省エネルギーへの対応も急務となり、1980年前後になるとそれらを解決した201系が製造されることになる。同系列は電気子直波制御が採用され、 車内も座席に着席区分が設けられ、内装を緑系からクリーム系の化粧板にするなど一新された。側面ドアは子供が挟まれるのを防ぐために小型化され、前面は窓、ライト周りを黒色ジンカート処理にし、窓配置も工夫するなど、外観のイメージアップも図られた車両だった。この車両は好評で、車体をアルミ製とした。 地下鉄千代田線乗り入れ向けの派生形式の203系も登場。常磐観光線の103系を置き換え、同線の冷房化にも一役買った。201系は省エネ電車として、中央線快速電車、中央、総武観光線、さらには、京阪新地区の東海道、山陽観光線に導入されたが、電気市直波制御は高価な上、 当時の国鉄の財政難もあり、全面的な置き換えは中央線快速のみに止まった。また、同時期には地下鉄乗り入れ車両として、築地線に投入された103系1500番台や、休憩国電の代替とした福塩線、壁線、宇部線、小野田線などに投入された105系では、駅間が東京、大阪の電車区間に比して長く、また、輸送量も、 比較的少ないことから直波制御を採用するには、省エネの費用対効果が薄いとされ、抵抗制御を採用している。なお、後者は 1M 方式を基本としており、従来の車両とは異なる設計となっている。1985年からは、103系の置換へとして、低コストで、経済的な境自転カレージ制御を採用した205系を開発し、 山手線への大量配置を始めた。同形式の外観は201系を基本としているが、ステンレス車体、ボルスタレス台車、側窓は、第5編成以降は一段下公式となるなど、新しい技術を導入している。また、205系をベースとした、VVVF インバータ制御試作車207系も製造され、こちらは常磐観光に投入された。一方、 通勤系機動車は、8公線に投入された、キハ38型が同時期に製造されている。国鉄の通勤系機動車として、初めて新生児より、冷房装置を搭載したが、こちらは普通高車体を、新生式ハハ35系の変速機や台車を流用していた。国鉄では、イニシャルコストの高さから、長年ステンレス車両を量産しなかったが、 これらの車両が登場する頃になると、ステンレスの価格も下がっており、軽量化、無塗装化による維持費低減を狙う方が、構成者よりも長期的には有利であると判断されたため、大量増備が可能となった。特に205系は、JR カゴも主に、東日本旅客鉄道で、側扉部の窓の拡大、前面への種別表示幕設置などのマイナーチェンジを、 行った車が増備され、京葉線、武蔵野線、相模線向けには全面デザインを変更した車両も登場している。国鉄が解体され JR となって再出発すると国鉄にあった全国統一という概念がなくなったため会社ごとに違った方向性をもって線区ごとの事情に合わせた車両を投入できるようになった。真っ先に動きを見せたのは 西日本旅客鉄道で1990年から当時建設されていた片副連絡線直通用として207系を導入した。形式こそ国鉄時代に登場した207系900番台と同じであるが、それ以外の設計思想は全く異なり、各部分に斬新な設備が取り入れられている。車体はラッシュ対策として広幅にされ、 前年に登場していた、近郊系、車両221系の思想を受け継ぎ、低運転台、大型窓で、明るい照明とともに明るい車内を演出し、全面展望も良くしている。また、並行する施設への対抗として、座席や内装を高級感のあるものとしたほか、編成は時と場合に応じて2両以上が自由に、組めるようになっている。207系は、 機器類が何度かマイナーチェンジをされているものの、車体は2003年までほとんど同じものが480両製造され、後継の321系もこれを踏襲したデザインを採用するなど、JR 西日本では通勤系の完成系と位置づけられる車両になった。また、207系は103系のトータも目的としたが、同系列でも状態の良い,い車両は延命。 リニューアル改造を進め、新車並みの装備に更新された車両も登場している。これらの車両は、JR 東西線に直通する、学研都市線や、JR 宝塚線、京阪神観光線に優先的に導入されており、それ以外の線区では、半和線の205系1000番台以外は、新車の投入がなく、大阪環状線では103系や201系といった。 国鉄型車両が主力となっていた。両形式とも経年劣化が進んでいたほか、同線に乗り入れる221系、223系、225系は三度ド和車であり整列乗車に混乱をきたした。置き換えと整列乗車による混雑緩和を図るため、2016年に大都市圏の通勤軽車両としては、異例となる三度ド和車の323系を登場させた。 また、2010年代以降、阪和線、山和地線、大阪東線の通勤型は近郊型で置き換える方策を打ち出している。一方、関東地区では人口増加に伴う輸送力の増強が急務となっていた。この頃になると、大半の線区で車両、ダイヤともに限界の状況にあったため、以前とは異なる方法が取り入れられることになる。まず、 扉数の増加である。片面5ドアとした車両は1970年の京阪5000系電車が最初の導入例であったが、これ以後は長期にわたり導入例がなかった。その後、1990年に帝都高速度交通営団が関東で初めて編成中の一部の車両を5ドアとした例三系を導入し、これ以降、京王6000系、 東部2万系でも採用された。京阪5000系では関3時に5箇所のうち2箇所の扉を閉め切り、その部分に座席を下ろして3ドア車とする機構を装備しているが、退避車として唯一の事例である。一方、1991年からは JR 東日本が山手線の11両編成下に合わせて片面6ドアのサハ204型を導入した。これは、 片面6ドアであることに加え、ラッシュ時は座席を収納しすべて立席とする機構を備える。同様の6ドア車両は、その後、横浜線、京浜東北線、中央、総武線各駅停車、最強、川越線、そして東京急行電鉄の田園都市線にも導入された。これらの多飛車は効果を発揮したものの、座席数減少による、 関山時の不評差に加え、複々線や車両増結といった混雑緩和策が完成して混雑率が低下したこと、さらにはホームドアへの対応が難しいことから2000年代後半以降は連結を中止する事例が増え、6ドア車は2020年3月13日に中央、総武観光船の E231 系、5ドア車は2020年3月27日に 東部に万五十系がそれぞれ運用を離脱し、首都圏から多飛車が消滅した。最後まで運用が残っていた多飛車である、京阪五千系も、2021年1月29日をもって、多飛運用を終了し、2021年度内に置き換え、予定となっている。扉のワイド化により混雑緩和を図る会社も、現れた。こちらは、扉の数をそのままにしながら、 開口幅を一般的な1.3から1.4メートル程度から1.6から1.8メートル程度と広くし、乗降をスムーズにしようとしたものである。まず、A 段が多比の03系との比較の意味もあり、05系で導入した。これに続いて、小田急電鉄でも導入し、関西では阪急8200系電車で採用している。小田急では線系の一部で開口幅二メートルという、 極端な大型扉を採用したものの、乗客がドア付近に滞留し、車内の流動性が悪化したことや、着席定員が少なすぎること、夏季・冬季の運行時に支障が出ることから、2000年までに1.6メートル幅へ改造している。幅広扉は2000系、3000系の初期車まで採用していたが、複々線の完成に伴い混雑率が下がったことからその後は導入されていない。 A 断を引き継いだ東京地下鉄では通常扉幅の05系の増備を続けてきたがさらなる混雑感は策として2010年からワイドドア車の15000系を導入しており2017年現在は東西線で運行される東京メトロの車両のうち21編成がワイドドア車となっている以上二つの方法はあくまでもラッシュ対策であったため並行して 通常の車両も導入しなければならなかった。その際、JR 東日本ではそれまで常識とされてきたのとは、全く異なる車両の導入を始めた。京浜東北線に投入され、後に209系として量産されることになる901系は、車体寿命を10年程度とし、同時に各部の構造も簡素化している。従来、電車は二0から三十年程度の対応年数を、 有していたが、JR 東日本では、発想を変えて、寿命を短く、リサイクルしやすい車両を作ることで、常に最新の設備と機能を持った車両を追い求めることができるとして、寿命半分、価格半分、コスト半分をコンセプトに開発された。なお、コスト減少という点では、自社開発の車両製造や大規模修理を行える。 設備として、ニーズ車両製作所の本格的な稼働も、この時期からである。座席もソファー式の長椅子から、S 字型の特殊な形状の一人分ずつに、成形されたバケットシートが採用された。これは着席マナーの向上を狙ったものとされている。また、座席の間にスタンションポールを立て、座席間の仕切りとして、定員着席をさせるとともに、 子供や老人の安全を図っている。1998年までに、京浜東北線を209系で統一し、南部線、川越線、川越駒川間と八高線、八王子駒川間、中央、総武線各駅停車、常磐観光線にも導入された。ただし、寿命半分、価格半分、コスト半分のうち、寿命半分については導入当初に誤解されていた。 10年で、廃車ではなく、解体修繕周期の長期化や部品寿命の適正化など信頼性の向上とされている。その後、京浜東北線では E233 系を導入しており、置き換えられた209系の一部は、千葉地区や南部線に改造の上投入された。209系以降、JR 東日本では通勤系電車と、 近郊系電車の隔たりを少なくすることも進めた。近郊系電車の座席をロングシートにする発想は国鉄時代からあり各地で行われていたが首都圏のラッシュ時における混雑緩和を図る必要に迫られていた JR 東日本では片側4扉一部を除きロングシートという形態の車両を計画し E501 系 E217 系となって実現させた。 なお、前車は常磐線東京近郊区間での運用を前提とした高直療用電車として日本初の通勤系電車とされ、純粋な近郊系電車としては後者とされる。この流れは最終的に一般系電車と称される E231 系にたどり着くことになる。この系列は試作編成こそ209系950番台として、 経年劣化が進んでいた中央総武線各駅停車の103系の代替として導入されたが、量産車は総武線を筆頭に首都圏の各路線に少しずつ形態を変えながら配備を続けた。また、本系列導入後の技術革新や運行時に生じた問題点をフィードバックさせ、さらなる改良を加えた E233 系。 E235 系も登場している。私鉄各社でも製造コスト低減のため JR に習った車両やメーカー標準設計をもとにした車両を導入するケースが増加している。低都高速度交通営団、東武鉄道、西武鉄道、京成電鉄、小田急電鉄、京王電鉄などは車両メーカー提唱の標準化車両を相模鉄道、東京急行電鉄、 東京都交通局などでは E231 系、E233 系をベースにした車両を採用している。東京、大阪の大都市圏で新たな通勤系車両が登場しているかたわら、それまで通勤系車両とは無縁だった北海道旅客鉄道もロングシート車両の導入を始めた。1990年代になると札幌都市圏では通勤ラッシュによる遅れが、 毎日のように発生していた。もともと、電区間が札幌を中心とした函館本線、小樽駅旭川駅間及び、千歳線、室蘭本線室蘭沼の単管と限定されており、使用電車も近郊系電車である711系、721系が使用されていた。しかし、阿寒大気候に属する北海道という局、地での車内保温の制約から、全車は 扉デッキ付き、デッキ付近を除き、クロスシートであった。当初は711系の3扉への改修も行われたが、経年に伴う車両交代もあり、新車での置き換えを進めることになった。オールロングシート車を導入するあたり、711系のうちの1編成のうちの1両を試験的に改造して乗客の反応を見た後、 北海道発のオールロングシート車731系を投入した。単に721系の派生型としなかったのは、小樽駅伊勢の函館本線や学園都市線という、非電化路線での使用を前提にキハ201系、機動車が並行して開発されており、それと協調運転をするために新設計の車両にせざるを得なかったためである。両車の外観は、 帯の色とパンタグラフの産み以外は同一にされ内装も統一化が図られた。また、これらの車両は日本初の完全協調運転可能車両である。2010年には731系に続くオールロングシート車両の735系、2012年には733系が登場しており、後者は札幌都市圏のほか、北海道新幹線アクセス列車である、 箱館ライナー用として、箱館地区にも導入されている。JR 東日本では、従来急行系電車及び客車列車を使用して、地域輸送を行ってきた東北、関東北部、甲信越地区にも近郊系電車に近い性能を有するが、ロングシートを採用した107系、701系、E127 系が導入され、これらは通勤型に分類されている。 九州旅客鉄道でも103系の後継者である303系や305系が導入されているが、これは乗り入れ先の福岡市地下鉄空港線との兼ね合いが大きく、その他の線区は3、扉均衡型を新造している。なお、東海旅客鉄道や四国旅客鉄道には2017年、現在4ドアの通勤傾斜両が存在しない。共に線路容量が 新型車両などにより増加したことにより混雑が緩和されたことが一因とされる。JR 東海の場合、国鉄末期に中央再生名古屋駅中津川駅間での混雑緩和のために百三3系が導入されていた。同系列の機械は共に均衡系車両であるが、三扉ロングシートの211系5 0 0番台及び三扉転換クロスシートの三百十三系が、 使用されている。これは名古屋都市圏での高速化、高規格ダイヤ化に伴うものであるが、103系の運用離脱に伴い JR 東海では現在、営業車両として正式な通勤系車両というのは存在しないが、2021年度より通勤系車両として3、扉ロングシートの315系が導入される予定である。四国では高松都市圏及び、 松山都市圏で、電車化による、速達化、フリークエンシー化に伴う混雑緩和を行っているが、同社でも4、扉ロングシートの車両は存在しない。なお、機動車では両社とも、国鉄時代から3、扉ロングシートの基ハ35系が配置されていたが、JR 発足後早期に淘汰されている。例外的なものとしては、JR 西日本の場合、 広島シティネットワークを中心とした山陽地方及び和歌山県の地域輸送で近郊系電車に越して使用される場面もある。また、万端線や加古川線のように103系を改造して使用するなど申請車両としては通勤系車両を導入しない事例もある。これは国鉄時代からの通勤系車両の導入に対する考え方にもよるが、 車両機械に際して新型車両の導入は関西圏を優先し、捻出した比較的程度が良い車両は地方に転用して経年車両の置き換えや電車化などに充てているためである。なお先日した産業、和歌山地区では通勤系の置き換えとして近郊型の227系を導入している。東西の違い私鉄各社では戦後の混乱期が終わる頃から次第に 各社ごとに違った車両を作り出してきた。その際、少しずつではあるが、関東地方と関西地方では傾向に差が生まれるようになっていった。違いとしては、以下の点が挙げられる。関東では、車体規格が20メートル4、扉が主流になっていったのに対し、中京圏、京阪神圏では18の19、立方メートル扉のままの会社が多い。関東では、 東京急行電鉄、小田急電鉄、京王電鉄に代表されるように、ステンレス車体が、関西では、近畿日本鉄道、阪急電鉄、京阪電気鉄道に代表されるように、高鉄、アルミ車体が多く採用される傾向がある。ただし、京浜急行電鉄や英断地下鉄では、アルミニウム車体を、ステンレス車体を導入していた東武鉄道や西武鉄道が、 アルミニウム車体へと方針を転換し、関西でも南海電気鉄道や大阪市営地下鉄は、ステンレス車体を、アルミニウム車体を導入していた神戸電鉄や、近年まで普通構成車体を導入していた阪神電気鉄道が、ステンレス車体へと方針を転換しており、一概に言い切れない。関東では JR に習った車両やメーカー標準設計をもとに、た車両の導入が盛んだが、 関西では自社開発が主流である。関東では制御車やユニット M 車が多く、関西では制御電動車や単独 M 車が多い。中京圏名古屋を中心に路線を伸ばす名古屋鉄道では戦後の一時期運輸省の統制によって割り当てられた国鉄63系電車を初代3700系として20両保有していたが、東琵琶島琵琶島 羽島の究極線を通過できず、境伊糸の運用に限られるなど、十分な活用ができなかった。その後、名鉄の車両限界に合わせた新造車の入線により、これらは東武鉄道と小田急電鉄へ譲渡されている。1950年代から初代五千系電車を講師とする高性能車の導入が始まってはいたが、その後も、いわゆる通勤型は新造されていなかった。 これは、中京圏が、東京や大阪ほどの人口集中がないことと、トヨタ自動車のお膝元という事情からで、名鉄も、マイカー通勤への一層を食い止めるべく、パノラマカーに代表される冷房完備の二扉、転換クロスシート車の大量増備による、着席通勤を標榜しており、一時期は保有車中の転換クロスシート車率も7割に、達していたほどである。しかし、 その後の乗客数の増加による車内の混雑と長い乗降時間による遅延が緩和できない状況となったことからこれらの改善に主眼を置いた東急三千七百系電車を三千八百八十系として東急から購入しその後六千系の投入に踏み切った六千系は車体を不通行とし制御方式を抵抗制御発電ブレーキで済ませる代わりに客席は三扉で 小型の固定ロマンスシートによる集団離反式セミクロスシートという設計とした。これが当時の名鉄の通勤輸送に対する回答であったが、そのコンセプトが評価され、通勤型ながらブルーリボン賞を受賞している。車体規格は同社の車両限界を踏襲したため19メートル級で、全高も国電や他の大手私鉄の車両に比べて低くなっている。 初期から中期にかけて製造された小型クロスシート装備車は、後の車体更新の際、一般的なロングシートに改造され、その後登場した通勤車も一部に転換クロスシートが見られる他は3扉、ロングシートが主体となっており、他地域との際は小さくなっている。なお、全高は3代目3700系から高くされている。 これとは別に、名古屋市営地下鉄鶴舞線との相互乗り入れ用として1978年に登場した100系は、乗り入れ先との競技によって不通行ながら、ようやく20メートル4扉の車体とロングシートの客室となった。下回りは6000系と同様の急平な抵抗制御発電ブレーキという構成であったが、客室に大型の1枚固定窓や横引きカーテンを採用し、 前面にも装飾を施すなど、走行機器関係の新技術の導入よりも、アコモデーションと見栄えの向上に注力されている点が、他の大都市圏の通勤軽車両と異なる特徴となっている。1989年導入車から、境自転カレージ制御による改正ブレーキ付きに設計変更され、1993年には VVVF インバータ制御となった中間車が、 従来の編成に挿入された。その後の地下鉄乗り入れ以外の名鉄通勤車は、3扉、ロングシートの2台目3500系、3台目3700系、3100系、3、扉セミクロスシートの3台目3300系、3150系、名古屋市営地下鉄上井田線乗り入れ用4扉、ロングシートの300系、 パノラマスーパーの機器を流用した3扉、ロングシートの2台目5000系、瀬戸専用4000系、3300系のマイナーチェンジ版である9500系と続いており、かつての主流であった2扉転換クロスシート車は2019年までに全廃となった。これに対し同地域の東海旅客鉄道は、中央再線に211系5000番台の ロングシート車を大量に導入して103系を淘汰した後は、名古屋周辺に申請配置される車両は313系や、キハ25系レーバーンダイなど3扉の転換クロスシート車が多く、前日の通り順前にたる通勤型は含まれていないが、2021年度より103系以来の通勤型となる315系の登場が予定されている。 標準設計への移行通勤、近郊用車両では2000年頃からの動向としては JR 東日本の車両、または車両メーカーの標準設計をもとにした車両を導入するケースが増えている。大都市周辺の主要鉄道事業者での元となる設計を大きく分けると次のようになり代表例を示す。への対処日々過酷な運用をこなす。 通勤系電車では30年程度使用した後に新車等機械廃車するのが一般的であるが事業者のコストに対する考え方は様々である。新技術搭載の新車導入により運行コストを下げる場合には廃車が選択されることになる。廃車後はほとんどが解体されるが新車導入の体力のない地方中小事業者へ譲渡されるケースも見られ、 東急5000系や7000系、京王初代5000系や3000系は、多くの車両が中小私鉄に移って活躍している。国鉄、JR でも101系を、秩父鉄道へ譲渡するなど数例がある。また、京急1000型や A 団5000系のように、相互乗り入れを行っている路線では、乗り入れ相手先に譲渡やリースによって移籍するケースもある。最近では、 日本国外への譲渡も増えており、A 段500型や名古屋市交通局300系、1200型がアルゼンチンブエノスアイレス地下鉄に売却された。インドネシア国鉄へは、東京都交通局6000型や東急8000系、JR 東日本の103系、205系などが無償譲渡されている。一方、 車両を長期間使用することで導入コストを下げ、リニューアルにより30年以上使用される車両も存在する。大規模な車両リニューアルの例としては、収益後、約20年を経過した1986年により、開始された、東部パス線形の車体修繕が挙げられる。屋根の防水性工場と塗装層剥離の上、腐食部分の張り替え、車内化粧板の変更、床材の変更、 そして後には、全面形状の変更、表示器の LED 化、HID ライト化などが実施された。2008年頃までに在籍する約700両すべての修繕が完了した。JR 西日本では通勤系電車のリニューアルを進めており、103系に対して行われたリニューアル改造では、屋根の張り上げ、一部外反のステンレス化、全面窓の一枚化と、 側面窓枠の取り替えなど根本的な延命が図られたほか座席モケットを207系と同様のものに交換したり冷房ダクトや貫通扉が新品に交換されたこの改造メニューは途中から一部工程が省略されたものの本形式で培われたノウハウは後年の201系205系207系へのリニューアルにも活かされているその他 私鉄では、阪急5000系、阪神8000系、小田急000系、西部2000系、東部9000系などが大規模なリニューアルを受けている。ただし、京成3500型や A 段02系のように、費用対効果の観点や、情勢の変化、新技術導入の難しさなどから途中で、更新工事を中止し、車両の置き換えに方針を切り替えた事業者や、 近鉄2600系電車のように、代替車両導入の目途がつかず、二度目の更新工事を実施している事業者もある。制御装置を更新する事例もあり、東急7000系、大阪市交通局10系、JR 東日本205系、京王電鉄7000系、南海電気鉄道6200系、8200系、9000系、阪急電鉄7000系、 7300系などが VVVF インバータ制御への更新を施行されている。東急7000系が7700系に VVVF インバータ制御化改造をされた当時、車体は新生児と比べほとんど劣化しておらず、ステンレス車の有効性を世に知らしめることとなった。KO3000 系、A 段 0H 系、名古屋市交通局5000型などは、 上都に際して VVVF インバータ制御への更新が行われている。2000年代以降では大阪市交通局や北大阪急行8000系、阪急電鉄、北上急行7000系など VVVF インバータ装置を更新した車両が登場している。北大途からの転用施設では優等列車専用であった車両が運用を離脱した場合、程度の良い車両は 格下げの形で多用途に転用される場合がある。中には、扉の増設、ロングシート化など通勤軽車両に近づけた改造を受けた車両もあり、この種の事例では、料金不要特急列車を運行している、京浜急行電鉄、京阪電気鉄道、阪急電鉄、西日本鉄道の車両において存在した。しかし、 扉の増設などによる大規模な格下げ改造はコストが大きく、2000年代以降は一貫して優等列車用として使用する方針に転換しつつあり、格下げ改造は減少しつつあるが、小規模な改造で、市線用の通勤車両に格下げした車両もあり、この種の例では、東部1800系や阪急6300系がこれに該当する。 有料優等列車専用車両はその性質上、速達性と快適性が要求され、デザインも重視されることから、一般車両と構造が大きく異なるため、通勤車両への転用は難しいが、形成3400型や名鉄5000系のように、機器流用した車両も存在する。代わり種として、本来の優等列車専用車両導入後に、通勤車への格下げを前提とした、 小田急2300型や京成3200系、海運号用、元来特急用であった車両が、自己復旧に際して格下げされた、名鉄線380系などがある。また、これらとは逆に、近鉄680系及び6200系、16200系のように特急車に格上げされた車両も存在する。以下の車両は、通勤型に分類されるが、 他の車種に分類されたり、実際の運用では他の車種と混用されたりするため、通勤系の分類に見解が分かれるものである。もともと通勤型として登場した209系に、関しても、暴走地区向けにセミクロスシートやトイレを設置した改造車両が存在しており、近郊型に近い形態となった車両もある。以下の車両は明確な意味で、 通勤型に分類される車両ではないが、禁止する車両として以下のものがある。韓国においては、日本の JR と同じく20メートル94ドアの通勤系車両が主流である。台湾の普通列車は電化後も長らく客車が使われていたが、1990年にドアながらロングシートとした EMU400 型を導入した。4両編成を基本とし、 中間車にはトイレを備える。EMU500 型では3ドアとなり、後継車両である EMU600 型にも受け継がれた。区間会社用の EMU700 型では8両編成を基本とし、車内もセミクロスシートとなり、後継車両である EMU800 型にも受け継がれている。シカゴメトラのハイライナー電車欧米では通勤は着席を基本としているため、 二階建て車両が主流である。ただし、全く二階建て車両が走っていない路線も数多く存在する。ありがとうございます。